桜坂46、こちら有楽町星空放送局。まだ何の色にも染まっていない私たちが未来に向かって枝葉を伸ばす30分番組、こちら星。こんばんは、メインパーソナリティの井上里奈です。じゃあ早速今日はこち星を、あ、こち星じゃない、星オタを紹介していこうと思います。はい、兵庫県姫路市、ラジオネーム高校生バディーズさんからです。ありがとうございます。皆さんこんばんは。今とても悩んでいることがあります。自分は男子高校生なんですが、好きな人がいます。おう、その人と一緒に遊びたいのですが、なかなか勇気が出ず苦戦しています。どうやったらスマートに遊びの連絡を送れるか、アドバイスをくれたら嬉しいです。おー、恋してますね。いいですね、青春。でも待って、なんか、なんだ、井上的恋愛理論といいますか。なんか、このね、メールを読んで思ったのが、遊びに誘いたいって思うってことは、一応、相手からも好意があるって感じてるんじゃないかなって。なんかその好きな人を遊びに誘うってめちゃめちゃハードル高いことだと思うんですよ。だから向こうからの好意がその 0% なんだったら誘えないと思うんですね。なんかだからちょっとは感じてるんだろう君はね、多分そんな感じがする。だからその遊びたいって思えるんだと思う。だって向こうから全く好意がなかったら遊びたいって思わないもん。もうなんか遠くの存在に感じてると思う、もっともっと。だから勇気が出ず苦戦する必要はないと思います。なんか多分まあ 100% のなんだ好意じゃなくても、まあ10ぐらいはあんじゃない。ごめん、10って言ったらごめん、なんかやりづらいか誘いづらいか、ごめんごめんごめんちょっとなんか言い過ぎたな、ごめんな10は言い過ぎた、ごめんまあまあまあ50とかね、なんだろう、絶対に君に対して嫌な気持ちはしてないと思うんだよね。なんかその遊びたくないとか思ってないと思うから全然誘ってもいいと思うんだけど、なんだろう、まあ兵庫県、私兵庫県出身で、まあ、姫路市にも何回も行ったことあるんですけど、そうだね、姫路で高校生でデートってなると、まあ、姫路駅って一番その姫路で大きい駅があるんで、まあ、姫路駅はショッピングモールとかも何個かあるので、まあ、そこでなんだろう、まあまあ、ご飯食べるぐらいがいいと思う。しかも休みの日に誘うとかじゃなくて、まあ、高校の、放課後時間ある時にちょっと今日寄ってかないとか、ちょっと勉強して帰らないぐらいのテンションで、なんかファミレスいっぱいあんじゃん姫路の駅、なんかファミレスでいいと思う。なんかわざわざなんていうの、ちょっと頑張って奮発するようなお店とか、ちょっと雰囲気があるお店とかじゃなくて、ざわざわしてるファミレスがいいと思う。あるじゃんあの辺、わかるでしょあの辺にあることで。映画館もあるじゃない姫路市は。映画はやめときな、もうちょっと回数を重ねてから。なんか初デートで映画とか行きがちじゃん世間の人たちは、多分わかんないけど行くと思うんですよ。けど映画って2時間ぐらい同じ空間静かに拘束されるわけだし、なんか感想を言い合うのも多分お互い言いにくいだろうし、多分まだそれ早いと思うんですよ私は。だからファミレスぐらいでなんか軽い感じで話から始めるのがいいと思いますね。まあまず誘えるかはどうかだよね。まあでも絶対大丈夫だと思うけどね。まあ断られた時は、ごめん断られるとか言っちゃって申し訳ないんだけど、断られたとしたらあんまりしつこく行かずに一回引きな、うん、一回引いて結構ちゃんと状況を見よう、うん、状況を見てから決めよう。あとはその、ま、女の子と仲いい いい子たちにちょっと聞いてみるとかね、他人を伝って、じゃあ僕のことどう、あでもこれも嫌だな嫌だな、僕のことどう思ってるかな嫌だな、まあ、自分でまっすぐ行くしかないでしょ。まあそれでなんかちょっとあまりうまくいかなかったら、またこち星に慰めの慰めるんで、こち星の方で。なので結果報告待ってます。高校生バディーズさん頑張ってください。桜
櫻坂46、こちら有楽町星空放送局。櫻坂46、こちら有楽町星空放送局。櫻坂46の井上里奈です。今夜のパートナーはこの方です。桜坂46、小田倉玲奈です。お、玲奈ちゃん、よろしくね。よろしくお願いします。お願いします。まあ、ツアーも始まりましたけど、はい、最近なんかしてました？最近は初めて岩盤浴に行ってきて、うん、お、え、はい、岩盤浴、はい、ってあのなんだっけ、寝てやる、ね、そうです、寝ながらあったかいとこいるやつ。はい、私行ったことないか分かんない全然。あ、そうなんですか、うん、私も初めてだったんですけど、うんうんうん、なんかツルツルの石みたいなところに寝そべって、うんうんうん、50度くらいのお部屋で、結構暑いんだね。はい、でもぐっすり寝ちゃいました、うん、え、大丈夫？はい、起きた時に、うんうん、なんか今何時だろうって思ったくらいぐっすり寝てたので、うんうん、ちょっと確かに怖いなとは思ったんですけど、うん、でも本当に気持ちよくて、汗をかいて、はい、ってことだよね。汗を、はい、そうですね、なんかめちゃくちゃ水蒸気とかが、うんうん、部屋に充満してるので、うん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 、いっぱい汗をかいて、うん、冷えて、汗をかいて冷えてっていうのを繰り返す。水風呂とか行くってこと？その後なんか10度以下のお部屋があって、そこに入ります。何回ぐらい繰り返すのそれって？どうだろう、私は4回くらいやりました。おお、え、結構4回ってすごくないですか？わかんないけど。そうなんです、ね、あ、でもすごいって言ってる。お、いいね。はい、寝れるんだ。はい、え、結構暑いなって感じなの？やっぱそうですね、なんか一番最初に入った時は、うん、もうこれ大丈夫かなって思うくらいの温度で、うんうんうん、20秒くらいで外出ようと思ったんですけどそんな人が寝ちゃったってこと？はい、でもそこを我慢してちょっと目を閉じたら、うんうん、もうそこから記憶ないです。いいね、はい、そういうの行ったことなくて、うんうん、私も一緒に連れてってもらおうかな。あ、今度じゃあちょっと一緒に行きましょう。お願いします。ぜひデビューさせてください。岩盤浴デビューいいな。じゃあそんなところで企画の方行きましょうか。今夜はこんな企画をお送りします。題して、最高の給食メニューを考えよう。イエーイ。え、このさ、はい、音楽あるじゃん、はい、お腹いっぱいって名前なんだって。かわいい。そんな曲あるんだね、お腹いっぱい。聞きましたね。私も初めて聞いた。かわいい、かわいい。リスナーさんが好きな給食メニューを送ってもらっています。はい、前回出演してくれた時には美味しかった給食のメニューで七夕ゼリーで一致した小田倉玲奈と井上里奈がメールをもとに最高の給食メニューを考えます。はい、じゃあメニューの方じゃない、今メールの方を紹介しましょう。はい、東京都豊島区、ラジオネームマウスゴートさんのおすすめメニューは ABC スープです。あ、たくさんの野菜が入ったコンソメスープです。味が美味しく体が温まるのはもちろんですが、入っているアルファベット型のマカロニで自分の名前や好きな子の名前を作れるか、わかるドキドキしながら探して食べた青春を思い出すメニューです、とのことです。わかる。わかりますね。さ、うん、なんで ABC のさマカロニ作るかね。本当確かに誰が考えたんだろう。 ABC のアルファベットのマカロニ作ろうって、うん、めっちゃわかる。かわいいですよね、見た目がもう。めっちゃかわいい。ちっちゃいんだよね、うん、結構ね。はい、私自分の名前が小田倉玲奈で、うん、玲奈の愛がこう人気で、うん、結構人気とかある。はい、井上さんにも愛が2個入ってるじゃないですか、うん、ねね、うん、それでなんか愛見つけたらちょっと周りの子に配って、うん、みんなで作ってました。でもなんかちょっと今じゃ考えられないかもしれないけど、はい、なんかその友達と あったよって、ここなんか渡すみたいなあったよね。ありましたね。マカロニをどうぞみたいなスプーンで取って楽しかったですね。なんか小学生の頃なんかね、うん、そのシール交換じゃないけどさ、うん、なんかその感覚あったよね。ありました。あったね。美味しいんだよね。なんか美味しいです。普通のマカロニより美味しく感じなかった？感じました、本当に。誰あれ作った人マジで
マジで気になる、誰あれ作った人。いや偉い人なんだろうな、すいません誰とか言って。ありがとうございます、考えてくれて。じゃ続きまして、高知県ラジオネームはっくんさんのおすすめメニューはわかめご飯。おお、わかめのしょっぱい味と食感とご飯が絶妙に合う感じがたまりません。わかります、給食に出たら3杯ぐらいおかわりしてました。わかる、わかりますね。あった、ありました。嬉しいよね、味付きのわかめご飯出た時、はいはい、なんかわかめが固まってるところとかあったじゃないですか、うん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 、あるあるある。最高で、自分が給食当番の時はわかめ一杯目に、うんうん、よそってました。うわやってんねー。でそういう子いたな。だから仲いい友達だったら入れる人が、はい、なんか多くして多くしてみたいな、目で訴えるみたいな。もうちょっとじゃないですか、ね、とか、ちょっと少ないかもとか言ったりしてやってたね。やりましたね。でさ、なんかさ、あの担任の先生とかがさ、はい、あのそのわかめご飯でさおにぎり作ってくれたりしたの、はい、それがめっちゃ美味しくて、おにぎりにするとまた、なんかおにぎりの方が美味しく感じますよね、うん、そうやね、なんだろうな、はい、あの子供のと、ね、子供の時の独特な感覚は、うん、おにぎり特別感ですか ね、 ね、なんだろうね、やっぱ嬉しかったんだね、そのちょっとのなんかが。そうですね、懐かしいわ。わかる、おかわりしてました私も。じゃあ続きまして、はい、行こうか。埼玉県ラジオネーム青いわさびさんのおすすめメニューはソフト麺のミートソース。まずソフト麺といえば、もちもちの麺が袋に入ったまま箸の全体で袋を挟んで4等分にします。分けた麺の塊を器いっぱいのミートソースにつけて、対してほぐれていない状態の麺を一口、麺をすするなんて概念はないけどすごく美味しくて、あまりじゃんけんをしに行った記憶があります。麺を分ければ隣の人とシェアできるのもいいですよね。お二人もそう思いませんか。え、知らない私これ。本当ですか。え、知ってる。はい、なんか袋に入った熱々の麺を、器に出して、その上にこの美味しそうなミートソースをかけてもらって食べる、え、ミートソース。スパゲッティはスパゲッティとして出てきた、うん、そうなんですね、うん、え、それ知らないわ。めちゃくちゃ美味しいですよこれ。わ、ちょっと今私画像を見れたんですけど、うん、え、これ知らない。え、茹でてあるってこと思う。はい、え、知らない。しかもなんかすごい上級者の食べ方してない、この人してますね、青いわさびさん。なんか4等分にして、なんかみんなとシェアできるのもいいですよねみたいな。シェアしてたんですね。だってこう給食って大体さ、はい、まあ、小学校か中学校じゃん、うんうん、その時期からなんか上級者な、そういうなんかいなんかね、大人の食べ方して、いい、ね、幸せ半分みたいな。私食べたいそれ。美味しいですこれ。美味しい、はい、どんな感じ。なんだろう、なんかあのいっぱい麺を茹でた味がします、うん、そのなんで言ってないの。いっぱい、ごめん、もう一回言って。説明求む。少量の麺をお湯で茹でたというよりかは、うん、大量の麺をこう一斉に茹でて、茹で上がってそれをこう詰めたっていう味がします、うん、食べればわかるって感じ。はい、わかりました。出会った時に、あ、レイナちゃんが言ってたのはこういうことかって、はい、ちょっと確認したいと思います、はい、ぜひ。分かる人いるかもしれないね、リスナーさんに言ってることが、ね、うん、じゃあ続きまして、東京都ラジオネームホットブルドッグさんのおすすめメニューは冷凍みかん。これはもう鉄板かと思いますが、暖かくなってきた時期に食べる冷凍みかんも、冬に食べる冷凍みかんも最高に美味しかったです。白熱の冷凍みかんじゃんけんも大人になった今となってはいい思い出です。わかる、わかりますね。あったよね、ありました、冷凍みかん、はい、ちっちゃい頃から、うん、ちょっと冷たいものが歯にしみるタイプで、あ、近く花瓶とかいうやつ。それで冷たいなって思いながら、でも美味しくていっぱい食べてました。そんな苦労しながら味わってたんや。はい、いや、なんか冷凍みかんってなんで美味しいんだろうね。なんでですかね。しかもなんか冷凍、給食で冷凍みかんの存在を知って、はい、でそっからお家でもやろうとするのね、うんうんうん、けどあの給食の冷凍みかんにはかなわないんだよね、なんか。そうなんですね、うん、え、なんなのあれは。なんですかね。わかんないけど給食の冷凍みかんが一番美味しい。確かに美味しいですね。美味しい。大量に大量に冷凍するからですかね。あ、冷凍、あの工場とかで
そう、麺の考えで言ってるってやばい、この子ちょっと面白い確かにそうかもしれませんね先生先生そうかもしれない。じゃあ続きまして、はい、先生お願いします。はい、東京都杉並区、ラジオネームキサメガネさんのおすすめメニューはハヤシライス。あー、いいよね。学校で出てくるハヤシライスは、家で食べたハヤシライスよりもむちゃくちゃコクがあって大好きです。お肉が牛肉でグリーンピースが入っていたのもおすすめポイントです。我が家はカレーやハヤシライスのお肉は安い鶏か豚と決まっていたので、牛肉を入れてほしいとお願いしたら高いからあかんと怒られました。とのことです。これもさ、じゃあいっぱい作ってるから美味しい説でしょ。ちょっとよ、なんかそうかもです。今よ、ね、いっぱい大量に作ってるから美味しいんだよね。もうでっかい鍋で、ね、なんか回し回ししてね、おばちゃんが、給食のおばちゃんが、はい、そうですね、そうだよね。え、でもその説合ってるかもしれない。なんか。本当ですか。だってさ、すごい火力もさ、はい、すごいわけじゃん、多分給食センターの火力とか、はい、お鍋もすんごいでかいわけじゃん、うん、はい、だからもうすごい味が染み出るだろうし、あ、そうかも、すごい煮込まれてるだろうし、うん、鍋にも味とかありますもんね。ごめん分けて鍋なんか同じもの作ってたら、うん、お鍋にも味染みてきません？え、そうなんですか。ええ、あ、ちょっと違うかもしれないけど、すごい、小田倉家の鍋はそうやったりするわかんないんです、ね、やばい、めっちゃ、でもわかんない、もしかしたらその説あるかもしれない、はい、だって、まあ、誰もね、うん、そう試してるわけじゃないからじゃあそうかもしれんね。確かにこの給食の鍋たちはもうずっと使われ続けて、はい、鍋からも味が染み出てて、うん、るのかもしれません。そうですね、皆さん解明よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますということでメールは以上になります。はい、なんかこうレイナちゃんの不思議な給食のメニューっていうよりもレイナちゃんの不思議な部分が溢れ出てましたけどいやいやいや、でもなんかちゃんとあのやっぱ頭がね、賢ちゃんなので、いやいやいや、なんか理論に基づいてると言うのでしょうか、ちょっとわかんないけどなんかそれっぽく聞こえちゃいました。はい、よかったです素敵な理論でしたありがとうございます。以上、最高の給食メニューを考えようのコーナーでした。はい、桜坂46、こちら有楽町星空放送局、ラジオライブ MC、 イエーイ皆さんこんばんは、私たち桜坂46でーす。わー、今日の MC は私、小田倉です。はい、じゃあ早速お願いします。はい、名古屋県存在するかもしれません。あの、このすごいあの桜坂で一番賢いのレイナちゃんが言ってるんで、存在します。名古屋県は存在します。どうぞ名古屋県存在します。愛知県名古屋市、ラジオネーム463、ありがとうございます。ありがとうございます。桜坂の皆さんは一人で外食できるタイプですか？自分は食に興味があるのですが、なかなか一人では厳しいです。ほら、はい、うーん、できますか井上さんは？はい、全然行きますね、うん、なんでもラーメンとか焼肉とか。ああ、いいです。焼肉も行けちゃうんですか？行ける、全然。なんか最近はなんかお一人様に優しくない？結構優しいですね、うん、ありますもんね。そう、お一人様の、ね、席とかカウンターとかがあるんで、うん、あと誰も見てないから全然大丈夫。ああ、そうです、ね、誰も気にしてない一人のこと。確かに、うん、そうですね。そう、え、れなちゃんは？私も行けます。今日もお一人で、お一人で、あの、フォーを食べました。フォー？はい。あの、どこの国だっけ、フォーって。フォーはベトナムですかね。ベトナムか。はい。おしゃだね。美味しかったです。美味しかった。はい。いいね。一人フォーいいね。一人フォー今度してみよう。ぜひ。ということで、曲の方に行きましょうか。大阪府箕面市、ラジオネームおきつーさんからのリクエストです。桜坂46で油をさせ。お
お届けしたのは桜坂46で油をさせでした。この曲は公式音楽アプリユニゾンエアーで今後配信されるかもしれないのでお楽しみに。このコーナーでは私たちへの質問とライブで聞きたい曲のリクエストをお待ちしています。さくらアットマークオールナイトニッポンドットコム、さくらアットマークオールナイトニッポンドットコムまでお願いします。件名には MC と書いていただけると助かります。桜坂46、こちら有楽町星空放送局。ねえれなちゃん、何ですか井上さん。さっき紹介した給食のメニュー以外で好きだったメニューって何かある？揚げパンです。せーの、桜坂46、こちら有楽町星空放送局。きな粉つけたらいいんだよね。そうなんです、めちゃくちゃ美味しくて。この時間はユニゾンエアの株式会社アピリッツがお送りしました。エンディングです。まずは桜坂46からのお知らせです。最新シングル、いくつの頃に戻りたいのかがリリースされています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この曲はこう未来を見て今を生きようっていう、はい、そんなパワーのある素敵な曲なので、皆さんぜひたくさん聴いてください。聴いてください。そして桜坂46は現在全国ツアー中です。はい、桜坂46フォースアリーナツアー2024新桜前線ゴーンバックなんですが、はい、会場に来てくださる方一緒に楽しめたらとっても嬉しいです。楽しみましょう。3月で1ヶ月で回りきるっていう風に言う、なんですかね、桜と開花と一緒にこうどん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 東京まで戻ってくるっていうんだと思うんですけど、うん、きっと会場の外では桜が咲いてて、だよね、はい、会場の中ではまた違う桜が見れるんじゃないかなと思うので、お先生よよどちらの桜も楽しんでいってください、うん、はい、お願いします。お願いします。その他詳しい情報はグループのオフィシャルサイトでご確認ください。さらに番組からもお知らせです。こちほしのオフィシャルブロマイドが全国のコンビニで販売中なのでご確認ください。なんか今日はすごく部屋を暗くして照明をいっぱい焚いて、なんかピカーンって撮りましたね。はい、はい、まあ伝わらないと思いますが詳しく、ね、見てください。詳しくは番組のホームページをご覧ください。コーナーへのメールも募集中です。すべての宛先はこちら、さくらアットマークオールナイトニッポンドットコム、さくらアットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールが採用された方全員に特製ステッカーコチステを差し上げています。最後に週に一人しか当たらないコチペンバージョン2の当選者を井上里奈さんが給食を食べていた小学生時代に戻って発表してくれます。はい、任せてください。はい、じゃあいきます。はい、もぐ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 、じゃん、埼玉県ラジオごめん笑っちゃったわ埼玉県ラジオネーム青いわさびさんです。おめでとうございます。なんか食べてる風に言おうと思ったら、はい、下手すぎて笑っちゃった無理でした。可愛かったです。なんか声優さんとかよくやるじゃん、はい、あ、やりますね、うん、無理でした。え、できる？できない。やってみますか、うん、いきます、うん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 、あ、よめん、甘いわさびさん。わかんないし、絶対わかんないし。まあそんなところ、おめでとうございます。おめでとうございます。ということで今日は給食トークやっていきましたけど、はい、なんかすごいね、先生のいろんな理論も知れまして、はい。まあでも七夕ゼリーが一番だよな、うちらの。はい、そうですね。うちらの一番はそうだよな。あれに勝てるものは。ね、ないです ね、 ね、ちょっと凍ってるぐらいがちょうどいいんですよね。そうですよね、シャリシャリっていうのが、え、真ん中から食べる、端っこから食べる、端っこからこう丸く、あいしょーで真ん中の絵の部分残すんだよね。残します。わかるわ、気が合いますね。合いますね。ありがとうございました。ここまでのお相手は桜坂46の井上里奈と小田倉玲奈でした。では最後に玲奈ちゃんに聞きたいんだけど、どうしてこち星に届くメールってどれも面白いんだろうね、はい、やっぱり大量にメールが届くからじゃないですかね。そうですよね、はい